ざけた野郎だ。鬼退治に向かうそうだな、セネル・クーリッチ。な、お前は。俺が同行する。ワルター、みんな気づいてるか、ワルターだぞ。なんでお前がここにいる。いや、俺に同行するってどういうことだ。貴様に手を貸すなどヘドが出る。しかしアスベルと名乗る人間に頼まれた。守るという言葉を奪われてはもう俺にはどうすることもできない。俺はアスベルという役すら守れなかったとな。目も当てられない落胆ぶりだった。あの、お前アスベルの真似うまいな。ありがとう。こんな奴を信用するな、セネル。こいつは敵のボスキャラだ。お前も敵だろうが。なんなんだこのメンバー。俺はやっぱり一人で行く。結局セネルさんは一人で鬼ヶ島に行くことにしましたとさ。やっぱりね。そしてセネルさんはついに鬼ヶ島で赤鬼と対峙するのです。出てこい赤鬼、チャーリーを返してもらうぞ。どうした赤鬼。おいルーク、サボるな、出てこい。俺は悪くねえ。アリーナ、うちのボスはちょっとお出かけ中だ。はあ、どういうことだ。バン先生ってのに呼び出されたみたいでな、どっか行っちまった。困りましたね、まさかの赤鬼職場放棄ですよ。これじゃこの世界に悪者はいません。平和そのものです。いや、普通はそれいいことなんだけどね。っていうかどうすんのさ、赤鬼退治しなきゃお芝居終われないよ。まったく、あのクズが手間かけさせやがって。アッシュじゃねえか、どうかしたのか。気に入らない奴がいてな、始末してきた。気に入らない奴ってまさかルークか。まあな。おいおい、気に入らないってなんだよ。お前ルークとなんかあったのか。なんかあったなんてもんじゃねえ。あいつはあれだ。あいつと俺はあれで、あれなんだよ。だから気に入らねえんだ。ああ悪い、全く伝わらないんだ。うるせえ。去年までは普通に言っていたのに今年からネタバレ禁止になったんだよ。だからもうあれがあれであれだからとしか言えねえんだ。そっか、よくわからねえけど大変そうだな。こうして赤鬼はもう一人の赤鬼に退治されましたとさ。めでたし、めでたし。めでたくない。勝手に始末すんなっつーの。死んでねっつーの。いやー、終わった終わった。めでたし、めでたしだな。こら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 。おい、ゼロス、俺全く出番なかったぞ。どういうことだよこれ。っていうか私なんて吹っ飛ばされたままフェードアウトよ。全然めでたしじゃないわ。いやー、皆さんお芝居本当に楽しかったです。あ、だがすまない、今のは桃太郎という話だったか。私が以前本で読んだものとは大きく違っていたが。まあ全然忠実に再現じゃなかったですからね。ああ、いいじゃねえか細かいことはよ。元の話より今の芝居の方が面白いっていうやつもいると思うぜ。なみんな、なかなか面白かっただろ。ああ、
私も面白かったぞ。今日は本当にいい経験ができた。この後はエクシリアの紹介コーナーもあるし、今度は僕たちが頑張る番だね。ああ、頼む。主人公の先輩として応援してるぜ。まあ、お芝居では出番なかったけどね。ゼロス、お前やっぱりわざと俺の出番削っただろう。まあまあ、最後くらい喧嘩せずに締めましょうよ。皆さん、テイルズオブフェスティバル2011はまだまだ続くから、最後まで楽しんでいってね。それでは皆、またな。